皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、小惑星探査機はやぶさ2についてのお話なんですけれども、まあいよいよ2月の22日の朝8時頃ですかね、小惑星リュウグウへの1回目のタッチダウンが行われるということになりまして、今日 JAXA が会見を行いまして、その中で吉川ミッションマネージャーは、まあ今までやってきたことを信頼してぜひとも成功させたいと、それから久保田研究総主管さんは、まあ人事を尽くして天命を待つというふうに抱負を語っておられましたけれども、まあぜひとも成功させていただきたいなと思いますね。で、当日ではなくてその21日明日なんですけれども、明日の朝から早速そのタッチダウンに向けての動きがありまして、21日午前8時ごろから今いるはやぶさ今いるホームポジションリュウグウからおよそ20キロの地点にいるわけですけれども、そこから降下を始めます。で、そこから10時間くらいかけてですね、10時間くらいかけて、上空5キロまで、降りていきます。でそこからちょっと減速しながらゆっくり降りていって、まあ、22日の午前7時ごろですね、上空45メートルまで降りたところで一旦ホバリングをします。その時にですね、着陸の姿勢に、機体をちょっと傾けるっていうことなんですけれども、まあ、どういうことかというと、まあ、今回の会見の資料にあるんですけれども、まず45メートル地点に着きましたらば、ここで一旦ホバリングをして、すみません、こっちですね、ここに地上45メートル地点に着いたらば、まず一旦ホバリングをして、で、地上にターゲットマーカーという、まあ、目印になるものがこう置いてあるんですけれども、置いてあるというか、まあ、下ろしたんですけれどもね、ターゲットマーカーを下ろしたところをまずカメラで捉えながら、こう徐々に降下していきます。で上空 8.5 メートルまで来たところで、はい、8.5 メートルですね、8.5 メートルまで来たところで、機体を着陸姿勢へ傾けるとあります。この着陸姿勢へ傾けるっていうのは、まあ、今回降りるところ、まあ、60センチ以上の大きな岩がないところとは言いますが、まあ、万が一その着陸した時にですね、サンプラン保温じゃなくて、例えば太陽電池のパネルだとか機体の後部、まあ、便宜上もお尻って呼んでますけども、その機体後部がこう尻餅をついちゃったり、することがないように、極力このサンプラー保温の方をですね、まあサンプラー保温の方に向かって傾けるというか、まあ、イラストで言うと、まあ、こんな感じですね。まあ、実際にこの姿勢になるかどうかっていうのはまだちょっと分かりませんけれども、この実際の地面に対して、機体を若干こうサンプラー方の方に傾ける、まあ、こうヒップアップ角ってついてますけども、まあ、ちょっとお尻を持ち上げるような格好でこう着陸をするということですね。これによって、まあ、極力その、機体が地面というか岩に接触してしまうのを防ぐという、まあ、安全策をとって、タッチダウンを行うということですね。はい。で、この地上 8.5 メートルに到達した時に、姿勢を傾けて、若干そのターゲットマーカーを捉えながらその着陸地点に向かって水平にこう移動をします。はい。で最終的にこう降りる地点になったら一旦そこで止まって、でそこからこう最終的にこうタッチダウンするこう下降姿勢に入っていくわけですね。はい。で、タッチダウンをしましたら、まあ、直ちにこういうふうに上昇していくと。そして、まあ、本ポジションまでこう戻っていくという流れになりますね。はい。タッチダウンをしたときに、こう、
まあ、はやぶさ初号機と同じでこう弾丸を地面に打ち込んでこう舞い上がった資料をこう採取する計画なのはまあ同じなんですけれども、まあ、万が一、まあ、初号機みたいに弾丸が発射されなかった場合でもこのサンプラー本の内側にまあこう返しといいますか内側の構造をちょっとまあ今回改良したそうで、まあ、サンプラー本をこう地面につけばそこの内側のこう返しのところにこう資料が多少入るようになっているということで一応安全策が取られているみたいですね、はい。でまあ、今回タッチダウンをする場所について、まあ、ちょっとこれ模型で説明しますけど、まあ、ウリュウグウの最も特徴的な地形であるこちらでっかいクレーターですね。こちらが浦島クレーターという名前になってるんですけれども、その東の方にちょっとあるのが2カ所クレーターがありまして、で向かって左側はこちらですね。こちらが金太郎クレーターで、こちらがブラボークレーターという名前がついているクレーターなんですけども、そのクレーターとクレーターのまあ大体4等分くらい下この辺ですかね。こっちのブラボークレーターよりの赤道から若干北のあたりがタッチダウンのポイントになるそうなんですけどもね、はい。まあ、実際の姿勢で言うと、まあ、こう、リュウグウがこういうふうに自転しているところに向かって、こう、降りてくる感じですよね。はい。まあ、宇宙には基本的に上下っては関係ないんですが、まあ、上下であるとするならば、こう、リュウグウに向かって、こう、上から降りてくるような格好になるというわけですね。はい。でまあ、当日のライブ中継なんですけれども、JAXA TV、まあ、これ JAXA の公式の方ですけれども、それから YouTube ライブの中継もあります。まあ、これ、内容的には同じものだと思いますけどもね。はい、で、NHK が明日の、その、ホームポジションから降下を始めるところから、3D の CG を使って、まあ、ほぼリアルタイムといっても、まあ、はやぶさ2とはまあ30分ぐらいにこう誤差というかまあ時差があるんですけれども、その今現在のはやぶさの姿勢をまあ CG を使ってこう見ることができるまあライブ中継がまあ NHK のその特設のページであるみたいですね、はい。まあ、というわけで、まあ、今日会見やったっていうのはまあ当日、まあ、朝早いっていうのもあるんでしょうか、タッチダウンの時間が。まあ、当日はまあその運営、まあ、運用でちょっとそういう会見を直前で開いてる暇がないっていうことなのかもしれないんですけども、まあ、今日会見を開きまして、まあいよいよという感じが迫ってまいりました、で2月22日の朝8時頃ですね、まあ、地球の時間でいうとジャッパーが30分こう誤差があるので、まあ、8時半前後くらい、まあ、この時間というのはやっぱりどうしてもこの前後をしてしまうとは思うんですけれども、まあ、そのくらいの時間に1回目のタッチダウンが行われるということで、楽しみにしたいと思います。で YouTube ライブ の, その中継のページですね、その URL は、まあ、概要欄の方に貼っておきますので、まあ、よろしかったら興味のある方は見てみてください。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からできれば他の動画もよろしければ見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。